どうも、キスケです。この雑魚はですね、正月の結構厚めのガシャあるやん。フェスティバルのキャラクターも入ってるような、ね、福袋みたいなガシャあるでしょ。あれから出て、5凸から6凸になりました。まあだから Z アビリティが強化されたっちゅうことですよね。何なの？サイヤ人、ソン一族、ベジータ一族。まあ、どうでもいいっすよね、正直。まあ、使っていこうかなと思います。で、さすがに、ね、さすがに、身勝手と使ったら強いっしょ。ということで、使っていきます。はい。できるだけ強く使いたいね。よければ、チャンネル登録と高評価お願いします。それでは、PVP 回っていきましょう。さあ、マッチングしましたということで、おーっと、これは刺さるんじゃない？さすがに。ねえ、刺さらなおかしいで、これ。で、まあ、色も悪くないよね。今の PVP だと。レッドとグリーンがやっぱり多いから、まあ、その両方に有利取れるっていうのは、ありがたいっちゃありがたいけど、まあ、逆を言えば、どっちにも有利を取られてしまうっていうことでもあるんで、まあむずいよね。OK。 ナイス。まあ湯逃げ貯めていこう。せっせこせっせこ。おお、有利属性に変えてくれた。マジ？はい。俺の番だ。はい、とりあえず1回目 とりあえず1回目です。パンチ。ああ、ダメでした。使っちゃうか。慎重だね、お相手は。 OK。 慎重だね。ユニーク溜まってまうぞ、悟空バーダックの。こいつのユニークゲージはたまらんやつやろ。溜まった能力忘れちったよ、もう。マジか。残念。はい。ドーン。いいタイミングやん。悪くないっすよ。はい。はぁ。チェンジ。一応カメハメハのあれはたまったね。うわー、最悪や。まあまあいいか、それやったら。打撃圧多いんじゃない、相手の手札。そんな気がする。はい、ソガーツ。いやー、ライジングはまあ打たれてもって感じか。ダメだ。タックル来い。さすがにないか。入る。ナイス。危な。よいしょ。シュー。悪くないよ。ほら、特殊アーツと必殺アーツ捨てろ。いきなり出てくるよ、身勝手は。さすがに硬いね。OK。 サイ。あれ、俺ユニークフラグメントつけてなかったっけな、こいつに。ちょっと待って、嘘だろ。なんか能力なかったっけ、ユニークフラグメント。オッケー。頼んだ。さあ、どうする？特殊アーツあるで。はい。カメハメハ食らうか？効かないね。特大カメハメハいっちゃおうかな、じゃあ、そろそろ。いいんかい。特大カメハメハいきます。
ちょっとこの試合終わったら、ちょっと見てみるわ。おぉ、強っ。悪くないやん。やん、最速。ダルメシアンです。はい。わざわざご苦労さん。これ回避入れてないんで、多分いろいろ間に合うんじゃないかな。オッケー、ナイス。ライジングでいいや。パンちゃんいないんで。はい。でこっち不滅があるんでね。うん、読まれない。ナイス。消えろ。はあ、悪くないよ。いや、いいダメージ与えてくれたね、マジで。はいはい。速圧、不滅の速圧。不滅やから何しても OK。 はい。ふいやー、つながるね。耐えろ。ナイス。オーケー。はい、頑張れ、頑張ってくれ。ナイス。落とし切ったわ。素晴らしい。サンキューなベジータ、いい気なもんだぜ。まったく。さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。ユニフラついとったわ、普通に。よかったよかった。じゃあまあこういう感じかな、次は。受けキャラなしなのきついかなと思うけど、まあそれは相手も一緒なんだね。さあ、お願いします。おー、まさかの身勝手からか。こっちも身勝手入ってるからさ、違うかなと思ったんやけど、まあいいか。危なっ。ナイス。そっちかー。まあこれ2択やからな、しょうがないよね。はい、ダーン。ナイス。オッケー、シュー。必殺技だ、くらえ。いや、色、おおおです。悪くないやん。ベジータで落としたんすごくね。マジでベジータで落ちたぞ。はい、行くぜ。はい、タゴー、ナイスタゴー。危ねー、これ意味ねー。はい。どうでもいい。無駄な時間です。無駄な時間、マジで。いやー、マジか。はい。させねえ。蹴りをつける。あー、でも味方一体落ちてるからさ、これどうだろう、大変かな。耐えるか。ナイス。まあ気持ちはわかる。気持ちはすごくわかる。ドーン、ナイス。通常特殊圧で見ます。首傾いてますよ。ナイス。オーケー。時間稼げ。いやー、回避入れちゃったよ。間に合うかこれ。
いやー間に合わんわ。マジかー。マジでスカイ耐えろよ。ナイス。体力半分、体力半分で耐えるのは素晴らしいんじゃない。ここは読みたいね。ああ、いけた。マジか。カメハメハで行くよ。行くか。カメハメハで行くよ。時間稼ぐよ。終わりだ。時間を稼がせろ。強くね、なんか火力普通にあるよね。なんだこれ。はい、いやーギリ間に合ったわ。よし。素晴らしい。どりゃー。2連ちゃんなんか活躍してないか。悟空ベジータなんか腹立つな。普通に活躍してんだけどなんかやだ。なんかやだ、認めたくない。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。いやーなるほど。これはだるいな。あーブーで縛って身勝手で捕まえたろってやつか。ベジブルの時もいたよなそういうの。あ違うんかい。なんやねん、マジか。出し損やんけ。まあ叱るべき時に交代禁止つけたろってことか。そっち系やったか。開幕ぶっぱのタイプかなって思っちゃった。違ったね。なんだ。まあでも確かに、うん、初っ端ブーで縛ってもバニシングあるもんな。そう考えるとそうか。ちょっとミスったね。出し方まあまあいいでしょう。お互い身勝手同士、決着をつけっぞ。シュ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 。 OK。シューシュー。ほらーナイス。これ1点です。ドーン強っ。死ぬでー。あー中距離打撃で合わされていく。しゃあないねこれは、はい、まあ別にビーストで受けてもよかったかな今のは。まあいいでしょう。はい、いやーこれタックルやと思ってほしいけど無理ですよね。そうだよな。死にそう。ほう、さすがに大変じゃない。 50% ダウンやし。いやーだよね。シュー。 OK。 ないで。ないよ。ユニゲをためないと。使命感。使命感がある。残念。痛い。ナイス。いいね。これ繋がっちゃうんすよね多分。しっかり外さないと。射撃アーツやからね。あ外れてんのかな。外れてねえやな。そうだよな。そうだよ。いやーやだわ。とりあえず有利属性。受けキャラいないんでねこっちのパーティー。それが問題なんだよな結局のところ。なるほど。
あー遠距離打撃か。ナイス、オッケー。これはしんどいんじゃない相手。いや落としてくれ。いや無理か、7割やもんな。7割はさすがに落としきれないはず。いけましたいけましたわ。はい、皆さんお疲れ様でしたということで、いかがだったでしょうか。うん、意外と強かった認めたくねー、マジでめちゃくちゃ認めたくないけど、なんか普通に使ってる感じだと悪くなかったなっていう印象がすごく強いですね。はい、でそうね、ベジータの火力も悪くなかったし、まあ凸一緒ぐらいやったもんね、相手と。こっちも6凸やからそこまで格差はなかったかなとは思うんですけど、うん、悪なかったかなって思います。はい、ということで、よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。